あのパラプンテ J リーグサッカーチャンネルというところで、今回 J1 優勝争いのプレビューですね。トップ3、やっていきましょう。よろしくお願いいたしますということで、今回ゼルビア、神戸、広島、あれ先週までは鹿島とガンバもそこにいた気がするんですけども、ただちょっとね、前回の結果を受けて一旦ちょっとガンバ鹿島は優勝争いプレビューから外させていただこうかと思います。ただこの2クラブに関しては未消化分がありますんで、この未消化分勝ってその時にどんな状況になるか次第かな。ちょっとなかなかね、優勝争いですっていうのが厳しいところまで差が開いてしまった感じがします。まあ勝てばどうなるか分かりませんけども、とりあえずまあ今回この3チームトップ3ですねをやっていきましょう。だからまあ今後のね、鹿島ガンバのまあ勝ち星とか勝ち点の積み合い方によってはまた復活するかもしれませんけど、とりあえず今回この3クラブですねやっていきましょう。まずこちら、これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄からというところで、これが J1 順位表にはなってきます。首位ゼルビア勝ち点58、まあ、前回勝ってね、福岡に3対0かな、完勝しました。で広島、その鹿島とのドローの結果、まあ下との差は、まあ、鹿島との差はつまらなかったけども、一方で、ヴィッセル神戸が近づいてきているという広島にはなります。さあどうなるか、まあちょっと過密日程等もね、もう始まっておりますんで、でヴィッセル神戸もそうですよね。まあ本当この辺ね、やっぱゼルビアが日程的にはこうなれば本当に有利な感じがいたします。で3位ヴィッセル神戸というとこです。さあこれが今後どういうな変化を見せるか。まだ平均勝ち点2に乗ってるクラブはないですね。やっぱ今年は優勝のボーダーラインが下がってるなっていうところ、平均勝ち点2とか2ちょいでだいたい優勝のボーダーラインみたいに言われておりますんで、まあ2位ないっていうところは、その代わり他のとこにやっぱりこうしわ寄せというかね、真ん中がギュッと詰まっていたりとか、逆にこう残留のボーダーラインが上がるとかね。ジュビロに関して平均勝ち点 1.07 なんで、まあ大抵1.07 とかね、1.1 ぐらいあれば残留するみたいなイメージがあるんですけども、大体こう平均価値で1ないクラブが落ちるみたいなイメージが僕の中ではあるんですけども、 1.07 あっても、降格圏と、まあ1試合ここも未消化分がありますんでね、何とも言いませんけども。さあ、じゃあ今回やっていきましょうかね。まずこちら、町田札幌というところで、まあ、札幌に関しては正直この後、ね、もう一本動画撮ります。まあ、今回紹介する話で言うと、札幌札幌に関しては残留争いグループ的な動画の、の方でも話しますんで、ちょっと2回ね話すことになるんですけどもね、その中で話したけど、ゼルビア、現在勝ち点58の1位というところ、札幌は現在勝ち点25の19位という数字ですね。まあでも札幌ものすごい追い上げは見せております。奇跡起きるかどうか、まあ下位グループの中で一番勝ち点を最近稼いでいるのは間違いなく札幌なんで、この勢いのまま残留達成することができるかどうかというところでしょう。ゼルビア貯金5試合は2勝1分けの嘘ですね、2勝2分け1敗というところで、まあ負けていない、4試合負けはないけども連勝もないで、前回福岡で3対0で完勝しましたんで、まあここしっかり勝って連勝なるかどうかで、その上でね、9月28日の天王山広島戦を迎えることができるかどうかというところ。だから今回に関してはゼルビアも広島もこの試合今節しっかり勝ってね、9月28日の、ゲームを迎えたい。ちなみにこれ J2 もですけどもね、 J2 も2位の清水と1位の横浜 FC が国立で9月28日はやりますんで、もう J1 も J2 も9月28日は天王山祭りというところですね。で札幌直近5試合3勝1分け1敗と、ヴェルディには0対2、最後のところ失点してしまいましたけどもね、早めのパワープレイ、あれもだから今後ね、まあ、札幌としては見せていくというかね、もう本当70分ぐらいから確かパワープレイを前回ヴェルディ戦やっていたんで、まあだからゼルビアから、まあ、ゼルビアでも結構パワープレイとかには対応しやすいというかね、そういうチームスタイルなんで、空中戦の強さとかもそうですけどもね、まあそういうところで考えていけば、札幌がもしリード許す展開ならばね、ゼルビアがリードした展開であれば、どのタイミングで札幌がパワープレーをやってくるかどうかというところ、その時にゼルビアどういうふうに対応するかというところもちょっと注目点の一つかなと個人的には思っております。ただゼルビアでは負傷者がどうなるか、前回ゲーム2センターバックが
負傷、まあ庄司選手は脳震盪なんで、そこの回復プログラムを経てどうなるかっていうところでしょう。ほんで、中山選手はどうなんだろう、歩いてはいたと確かね記憶しておりますんで、まあでもちょっと厳しいかな。センターバック、また望月とドレシビッチの2センターバックになるのか、杉岡選手をセンターバックに回すかどうかとか、まあ一応手立てはあるのかなっていうねところにはなってきますんで、まあこの人は2センターバックの人生どうなるかというとこでしょう。でこちら、新潟神戸というところです。新潟もね今本当調子が良かったんですけどもね、まあ本当ね8月無敗でやってきましたが、しかし前回グランパス戦は敗れて現在勝ち点39の11位というところで、ヴィッセル神戸は現在勝ち点55、3位というのが、両チームの今シーズンの結果にはなってきます。まあやっぱりねヴィッセル神戸ね、ヴィッセル神戸に関しても ACL ね、 ACL を戦っておりますんでね、体力的にはやっぱりきつさは間違いなくあると。本当この ACL とリーグのね、並行をどうするかね、まあバキハル制というところで今後ね、その辺は何とかしていくんでしょうけども、しかし、9月17日ですね、火曜日アウェータイでねブリラムとゲームがありました。そこから帰ってきて、まあ、タイであれば移動、まあでもきついよなね、タイ神戸の移動間違いなくきついんでね、近いとはいえ比較的、まあ、あとは近いくはないか、そうか、まあ中国とか韓国の方が近いのか、どっちが近いんだ、なかなかまああんま差はないのかな。まあちょっと僕も海外旅行の経験がないんで あれですけども、ただね火曜日に試合をしている神戸にはなりますんでね、この試合はどんなメンバーで来るかとか、出たメンバーはどんなコンディションでいるかどうかというとこでしょう。本当疲労との戦いは始まっていますんで、まあ展開としてはアルビレックスの方が保持する、ボールポゼッションを高めておいて神戸がね、まあその隙を狙う、まあ相手のパスミスを誘って奪ってカウンターみたいなところなんで、チームスタイルは対照的ですね。保持型の新潟と非保持型の神戸にはなりますんで、だから神戸からしたら多分後半ちょっときつい展開になるかもしれません。体力的にきつい時間も絶対来るとは思うんで、先制点取って楽したいかなっていうところ、後半追いスコー中のもちろんプランとしてはねあるとは思うんですけれども、ただまあどこでエンジンかけるか、まあもしかしたらこうねどっかでエンジンかけようと思った時にはもうガソリンがないみたいなところで押し込まれるみたいなね、もしかしたらあるかもしれませんので、先制点は本当ヴィッセル神戸は早いとこ奪ってね楽な展開を持ってきた。ただもう直近5試合見たとき、まあ全試合で2桁じゃない、や2桁ゴールはあれか、ダメだな、ダメじゃないけど2桁ゴールありえんな、5試合連続で複数得点をね決めておりますんで、この試合その調子のまた発揮することができるかどうかというとこでしょう。でこちら広島マイノスというところで、今回最後ですね、広島は現在勝ち点56、2位、そして、マイノスは現在勝ち点41の7位というところにはなってきます。広島はね前回リーグ戦の連勝は止まりました。まあ広島からするとカップ戦含めてね日程的にも厳しさがあったんで、もしかしたらあのね体力的なところもすでに前回のゲームの時点で広島出ていたのかなという感じもしますけども、まあでも広島もね ACL がね、始まります。まあどうなるかね、なかなかねこの ACL エリートのね難しさ分かんないですよね、これね。 ACL エリートじゃなくて ACL 通貨なんだっけな、なんか ACL はだから川崎神戸、川崎神戸マイノスが ACL エリートに出て、広島1個下のねとこに出るんですけどもね、ちょっとここがね謎めいておりますんでね、非常に難しいで、9月19日の木曜日ですね、だからこの本日ですね、ちょうどね本日ゲームがありますんで、この時にどんなメンバーで来るかどうか、まあ広島なんでね、ホームなんでホームでもきついよな、この日程はね、っていうところ。ただ、次の対戦相手ってか、マイノスも一緒ですよ。だから、マイノスもね、ACL を戦ってね、来てますんで、まあ、めちゃくちゃ、ちょっとね、失点数がね、大変なことになってましたけどもね、その、マイノスも貯金5試合3勝2敗というところ。だから、まあ、ACL 疲れがどこまで残ってるか、マイノスよりも広島の方が ACL 疲れは間違いなくあるとは思うんですけども、
ねえ、まあでも広島はそうね、ただマリノスは ACL のゲームからちょっと期間間は空く、まあ期間が空っていうのはそんなバリバリ空くわけじゃないですけどもね。ただね、この中国だったか、あれどこだったっけ、とのね試合、まあ大陸っていうかね、あっちの方での試合にはなっちゃったんで、そこから帰ってきたと考えれば、まあ連戦になる広島ですけども、しかしまあね、ホームでの連戦、日本でゲームが行える広島っていう意味では、まあ割とトントンなのかなという感じもします。さあどうなるかな、本当ね、広島とマイノスはこのタイミング対戦するのはね、ねえ、なかなかに厳しい、両者どんだけパフォーマンス高いものを見せることができるかどうかというところでしょう。あと来年までこういう感じの日程が続いてきますんで、本当きついよな、ちょっとね、気の毒っていう言い方はプロの選手に対して失礼かもしれませんけども、ちょっと僕もね、難しいなっていうところにちょっと落ち着きます。まあ本当怪我なくね、本当ね、やっぱりこういう連戦となると怪我とかね、コンディション不良とか思わぬところで、ね、とこういうのがありますんで、まあきついとは思うんですけどもね、まあターンオーバーは間違いなくしてくるでしょうしね、ターンオーバーしながらどんだけやれるか問題もありますけど、本当怪我なくね、なんとか試合を乗り切ってほしい、このシーズン終盤戦と、いったところですね。はい、ちゅうところで今回は以上です。さあ、今節を終えた時点でどんな順位表になっているか、上位の、首位交代あるかどうかというところを含めて、まあ、本当さっき思いましたけど、怪我なく頑張ってほしいというところでございまして、以上パルプンテジェルサッカーチャンネルでございました。よかったらチャンネル登録。